正式の過法、原法と情報についての第5回テキスト丸0 6ページを開いてください。式の展開においてすべて公式がうまく適用できるというわけでは決してありません。基本的に式の展開は分配法則に従ってせこせこと機械的にやるというだけであります。公式がたまたま使えるという場合があるということですね。テキスト丸0 5ページの場合で言えば 問いのお20行目の問いでありました例えば、カッコ2においてですね、うまい公式が使えたわけでありますが、しかし、例えばこの最後のとこ25っていうのが、もし21ってなったり、あるいは26ってなったりする。これだけでも、公式は使えなくなるわけです。で、一般に公式が使えるとは限らないんですが、うまい工夫をすることで、少しでも計算が楽にすることができる、という例がある、ということでありますね。 それを学びましょう。4行目の例題を見てください。全体で A プラス B プラス C という3つの項からなる式。それの事情。これを展開すると、右辺のようになるっていうんですね。この6行目の式は、理論的にたがたが大切なものでありますので、この形、これ公式として覚えるということも悪くないことでありますが、 これを公式を覚えていなくても自分で証明することができるということです。考え方が大事なんですね。この考え方、これは数学の急所と言っていいでしょう。この B プラス C を一つのものと見るという考え方ですね。それはすでに私たちが学んできたところでも出てきているわけですが、ここでもその B プラス C を一つのものと見る。 でこの B プラス C を例えば一つのものと見てここでは四角と置いてますが四角なるという表現ではなくて例えば LargeB、えー、大文字の B だと思ってもらってもいいスモール A プラス LargeB の全体の事情こういう形になってるんだとでそうするとそれを展開してやると基本公式ですね基本の,の展開公式でありまして7行目の一番右の A 事情プラス2倍の ALargeB プラス、ラージ B の事情。で、このラージ B と書く代わりに、四角と書いてますが、この四角に相当するもの、のラージ B と言ってもいいし、それが、スモール B プラス C、スモール B プラススモール C だと思ってもいいわけです。で、そう思って、えー、展開したのが9行目になりますね。与えられた式を、A プラス、カッコ開いて B プラス C、カッコ閉じる。それの全体の事情と,と見ると、10行目のように展開できる。 この9行目から10行目の展開これがですね慣れないうちはどうして急にこうなるんだろうこれが難しいところでありますここが難しくも何でもない実は7行目に書いてある四角のところこれがその四角のところに small b+small c が入っているだけなんだということがさっと分かるようになるということが 式の展開、あるいは式についての取り扱いになれる第一歩になりますね、えー。慣れてしまえば何でもないことですが、最初は難しいです。そして、10行目の形まで来れば、もうここはすでに勉強してきた話ですね。2a× カッ開いて b プラス c カ閉じる。これは分配法則に従って 2ab プラス 2ac、えー。同様に b プラス c の全体の地上。 これは B 乗プラス2 b c プラス C の上となっているわけですから、11行目の式、10行目から11行目はすでに勉強したことです。だからこの問題で、9章は、9行目の変形、そしてその9行目を10行目と変形する。この考え方であります。で、それを整理して12行目のようになります。これは公式として覚えておけば、13行目以下の問いはこの公式を使うことによって計算できる。 ということにもなりますが、皆さんにはぜひ、この7行目、8行目の考え方に沿ってですね、計算するということをマスターしていただきたいと思います。例えば、カッコ1番に関しては、B プラス2を1つのものと見るという考え方でやるとか、あるいは A プラス B を1つのものと見るという考え方。 でこういう、いろんな考え方がある。同じ結果が得られるはずでありますで。公式に従って計算するという方法も大事ですが、そのように、一つのものと見るということによって、実は普通の二次式の展開公式に過ぎないというふうに理解することもとても大切です。16行目以降の例題ですね。 これも展開をしなさいというわけですから、機械的にわさわさわさとやれば、いつかはできるわけです。で、しかしながら、世の中にはうまい話があるというわけではないのですが、うまい話があることもあるというわけですね。えー、18行目。考え方。X マイナス Y っていうのを一つのものと見る。で、こうすると、この17行目に与えられた展開すべき式っていうのは、X マイナス Y。 っていうのを例えばラージ a と置いておもらえば展開すべき式はジ a Z かけ a z ージ a マイナ a z つまり和と差の積の公式になってるということですねでいちいちラージ a っていうふうに書き直さないで19行目のように括弧、えー、だけで x-y+z Z, かっこ, X、y、z こういうふうに、えー、書くだけでその考え方あーが頭の中に しっかりと、進行しているということが大切なことであります。で、19行目のように理解するならば、20行目のようになる。で、X-Y の全体の上マイナス Z の上。で、20行目は21行目は、これは X-Y の上の展開公式に過ぎませんから、何でもないわけですね。この18行目の X-Y を一つのものと見るという考え方がとても大切です。 2 2行目以降の問いでありますが、1番においては A 次情プラス A を一つのものと見るということが大切ですね。2番の24行目の問題では X、2X マイナス3を一つのものと見る。これが大切ですね。ここでの最大のポイントは、式を構成する複雑な部分、それを一つのものと見る。 という見方をすることによって、単純な式の展開というふうに見なすことができるということです。このようなものの見方、ちょっと変えることによって、計算の負担を減らす、数学の楽しみの一つでもあります。